マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたは普段夜寝る前にどんなもの飲んでいらっしゃいますか？実は体にいいなとかダイエットに良いと思って飲んでいるその飲み物が太っている原因かもしれません。そこでこの動画では夜寝る前に飲むと太ってしまう飲み物がわかるんです。もしあなたが健康で綺麗に痩せたいなとお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。夜寝る前に飲むと太る飲み物を3選お伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜ寝る前に飲むと太ってしまうんでしょうか、その理由と、2つ目、夜寝る前に飲むと太ってしまう飲み物3選詳しくお伝えしていきます。では1つ目の項目です。なぜ夜寝る前に飲むと太ってしまうんでしょうか。その太る原因2つあります。まず1つ目は、この飲み物を飲むと腸内環境に負担をかけるからなんですね。これすっごく大事です。痩せたいのであれば、この腸内環境を整えるのがもう大前提になってきます。なぜかというと、やはり腸内に暮らしているね、腸内細菌たちの痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちが常にね、優勢で元気でいつまでもあなたの腸に住み着いてくれていたとしたら、根本的な痩せ体質になることができるんですね。ただ逆に何をしてもうまくいかない、太ってしまう、ね、なかなか痩せないという方はね、あなたがお悪いのではなくって、あなたの腸内に住み着いている悪玉菌たち、まあ、別名ねデブ菌と呼ばれるその菌たちがですね、悪さを知るわけですよ。なので例えば甘いものがやめられない、止まらないとか、なんでこんなにね我慢できずに食べちゃうんだろうとか、そういった方っていうのは、あなたが終わるのではなくって、そのデブ菌たちが好む餌があります。それがイコール太ってしまう食べ物なんですよね。甘いものとか脂っこいものとかのデブ菌たちも生きていかないといけないから餌がいるわけですよね。それがあなたの脳を通じて食べろ食べろって命令されるんですね。なのであなたの味覚は腸内細菌たちに操られてますよってことなんです。ですからやはりそういったね、細菌たちが喜ぶようなことをしてはいけないわけですよね。逆に痩せ菌たちがね、やったって、ここ心地がいいなってね、いつまでもやっぱり暮らしてくれる、そんな環境を作ってあげることがとっても大切になってきます。それでは2つ目の項目です。こちらポイントですね。2つ目は、自律神経のバランスが乱れてしまう飲み物だからになります。すごく大事なんですよね。今から寝ようかなって思ってる時にですね、例えばスイッチオンのね、交感神経といって、もうこれからまた頑張るぞみたいな神経をですね、刺激してしまう飲み物を飲んでしまうと寝れないわけです。で、寝れないと困りますよね。なぜかというと、寝てる間にしっかりね、腸って動くんですよ。なので腸がそもそも働けないとか、または眠れないことで結局痩せホルモンが作ることができませんね。成長ホルモンとかそういったものです。なのでしっかりとですね、ここは逆、副交感神経といって、こうリラックスする方ですよね。その副交感神経が元気な時にしかやっぱり腸ってね、しっかり動かないようになってるんです。ですから常にね、日中は緊張して頑張ろうって一生懸命頑張ってる時って、あんまり腸ってね、働いてないですよね。逆にあなたがぐっすりね、眠ってあげることで、よっしゃって、腸がその間に実は元気いっぱい働いてくれてるってことなんです。ではここから2つ目の項目です。夜寝る前に飲むと太ってしまう飲み物ワースト3ということで、こちらになります。まず1つ目、野菜やフルーツジュースになります。これはですね、もう寝る前ですから、もう腸もね、まあ、胃も休みたいわけですね。もうね、消化吸収の仕事をしたくないわけです。休ませてあげないと。そんな時にですね、やっぱりお水以外のものを飲んでしまいますと、そこでまたね、分解しないといけないっていう仕事が増えちゃうわけですよね。で、しかもこういう野菜とかフルーツジュース、もちろん添加物たっぷりはもうね、言語道断なんですけども、まさにその無添加であったとしてもですね、糖質量が多すぎるんですね。糖質です。
糖質っていうのはですね、エネルギーとして必要な時にしか必要ないわけですよね。で、今からまさに寝ようとしている時にですね、寝る結構前にこういったフルーツジュース、お野菜ジュース、まあ、手作りもしっかりですけれども、糖質を取ってしまいますとエネルギーとして使わないので、余った糖質は全部中性脂肪にね変わります。ですから必ずですね、寝る前は過度な糖質を取ってしまうと全吸収で脂肪に変わってしまうので、こういった要は甘いものですね、甘めのものを取るのは NG ということになります。しかもね、やっぱり冷たくして飲まれると思うんですよ。ホットの野菜ジュース、フルーツジュースはあんまりねメインで飲む方いないと思うんですね。でその冷たいっていうのが悪いんですよね。腸が嫌がります。冷たいものをねお腹に入れてしまいますと腸がね働かなくなっていきます。で結果代謝が落ちて太るっていう。なので夜寝る前はですね、こういった野菜やフルーツジュースを飲むのは NG です、ということ。じゃあ2つ目、冷たい水と冷たい炭酸水、これも NG です。もちろんお水であったり炭酸水痩せます、すごくいいです。ただし寝る前にですね、まあ、寝る前に限らずですが、この冷たいっていうのは良くないんですよね。先ほど一番でもお伝えした通り、腸が動かなくなっていくので、余計な刺激をですね寝る前に入れてしまいますと、まあ、交感神経も優位になってしまいますし、体も冷えるし、代謝が下がるし、腸が動かないしって、もうほんとねいいことゼロですよね。悪いことの方が多いわけです。なので寝る前のそのお水は大事なんですけれども、ポイントは冷たいものを入れてはいけませんよということです。では3つ目です。コーヒー、紅茶、緑茶などのカフェイン飲料ですね、これも NG です。なぜかというと、カフェインはですね、やはり先ほどお伝えしました交感神経、要はスイッチオンの方をですね刺激します。だから本当はね今から休みたいなって心も体も思っているのに、カフェインを飲んでしまうと、いやいやいやまだ働けるよねって働かされちゃうんですよね。スイッチオンになっちゃって、で、まあ、睡眠の質も落ちますよね。なのでやはり寝る直前とか 1時間前以降はやっぱりこういったね、まあ、そもそも 2,3 時間前とか、やっぱり夜はですね夕方以降カフェインっていうのは飲まない方がいいですし、やはりねカフェインを取りますと交感神経優位になる、イコール腸が動かなくなるわけですから、まあ、腸活ベースのダイエット向きの飲料ではないっていうことですね。では夜寝る前に飲むと太ってしまう飲み物、分かりましたね。では逆にどんなものを飲めば痩せるんでしょうかということで、ここでワンポイントアドバイスお伝えして終わりたいと思います。まずはですね、1つ目、リンゴ酢ドリンクです。これはもうおすすめですね。リンゴ酢を使ったホットドリンクになります。そのレシピ簡単にお伝えします。はい、簡単に作れるリンゴ酢ドリンクレシピお伝えします。材料が1杯分です。白湯を 200ml、 そして純リンゴ酢大さじ1、蜂蜜大さじ1以上をよく混ぜてゆっくり飲んでみてくださいね。でポイントはやはりね、お水、冷たいお水ではなくて白湯ですね、お湯です。温かいお湯と、あとリンゴ酢もちゃんとね純リンゴ酢選んでくださいね。ここで添加物たっぷりの味がついたリンゴ酢は NG です。ポイントは原材料がたった1つだけ、リンゴ果汁 100% のみでできているものを選んでください。で蜂蜜もやはり国産の良いものを使ってくださいね。蜂蜜はですね、まあ、あの甘いものではあるんですけれども、寝てる間の血糖値をですね安定させる効果がありますし、栄養価も高いのでちょっとちょい足しするのもねおすすめです。特にね甘さはいらないっていう方は、ここの蜂蜜は入れなくっても白湯とリンゴ酢だけで OK です。では夜寝る前に飲むと痩せるおすすめの飲み物、2つ目は白湯になります。白湯はですね内臓が温まるので、もう寝る前は本当におすすめ、朝一番もおすすめですけどもね、夜寝る前も OK です。で脂肪燃焼効果があったデトックス効果、むくみ改善ということで、白湯をねゆっくりお腹に入れながらね噛みしめるように飲んでいただくといいと思います。で私は時々ここにね無添加のレモン果汁を入れてレモン白湯としても飲むこともあります。夜のレモン白湯は美容効果がアップしますからおすすめです。では最後3つ目はルイボスティーになります。これはノンカフェインのお茶になりますし、やっぱりねお水がちょっと苦手とか、今ちょっとねお茶系が飲みたいなっていう時ってありませんか？
そんな時はカフェインのものではなくて、こういったノンカフェインのお茶を選びましょう。ルイボス水が素晴らしいのは、脂肪をどんどん燃やしてくれる効果と、腸内環境を整えてくれる酵素が入ってたりとか、あと非ヘム鉄ですね、植物性由来の鉄分も取れちゃいます。私たち女性にはとっても大事ですね。なのでドリンクで鉄分も取っちゃいましょう。そして最後、デトックス効果が高いので、しっかりとですね、寝る前にこのルイボス水飲まれますと、翌朝体調も良いと思います。さあ、いかがだったでしょうか。今回の動画のまとめポイントは、夜寝る前に飲むと太ってしまう飲み物のポイントでしたね。腸に負担をかけてしまうこと、そして自律神経のバランスを乱してしまうものでした。ぜひ注意しながら、代わりとなるおすすめドリンク3選飲んでみてくださいね。この動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録いただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。